はい、こんにちは。今回は、クリアスカイのダイジェストということで、お送りしましょう。新しい検出器を手に入れたんですが、まあ、その説明はおいおいしますが、例のデューティーが支配しているあたりの、地下に来てですね、まあ、いろいろあって、見覚えのある、これは、ストレロックの、隠れ家ですね。ここまでたどり着きました。1年前なんで、ストールレックたちは一回そのゾーンまで侵入して、で、まあ、ああなるまでの前の段階らしいんですよね。Guys, this is Strelok. I didn't expect Doc to fix me up so fast. I heard rumors that someone has learned of our success and is seeking to contact us. I have a bad feeling about this. I fear we may need to hurry up with our next visit to the center. Hey, Strelok, good to see you alive. Fang and I found all the parts we needed and put together two decoders. We left them both in a stash near the Scorcher. We'll pick them up when we head to the center.Ghost, that's great news. Our plan is as follows. We can't make it through the underground, so our only option is to go past the Scorcher. I'm on my way to Sakharov to pick up a device that will help us get through the Scorcher in one piece. Wait for me at the military warehouses. Merc, this is Lebedev. The correspondence found in this stash explains a lot. We now know that Strelok's group made it to the center, and we also know that they're planning to go there again.Reckless fools. If they succeed, they'll trigger a second large emission. An emission so powerful that every living creature in the zone will be incinerated, and the zone itself will become unstable. We cannot let that happen. Strelok went to Lake Yandar. You are closest to that area. Try to intercept him there, and we'll take care of Fang and Ghost. なるほど。今まあタスクが更新されましたが、このクリアスカイのメンバーは、まあ、ストレロックのやっていたことをまあ感づいていて、で、今このプレイヤースカー、マークスカーがそのデータを掴んだわけですね。で、止めないとまずいと。これ以上やるとゾーンが大変なことになるっていうことで、ファングとゴーストの世話をするから、お前はストレロックを追えというミッションを今受けましたね。で、ヤンターに向かえということです。つまり、その、この主人公は、ストレロックを追っていて、なんとか、その行動を止めようとしているわけですね。で、そもそもまあ、ストレロックが、ゾーンの中心部に一度入ってしまっていたので、そのせいで、まあ、なんかドカンと爆発するやつですよね。あれが、起こったっていうことらしいんですよね。
で、まあストレロック自身もどうやらそのおっとゾウの願望期っていうもの、願いを叶えるものがまやかしだっていうことに気づいていたようで、でそれをなんとか止めるために、まあもう一度潜入しようとしていたということらしいんですけど、まあいずれ、全て、まあ、クリアしたら、なんだっけ、フォールオブプリピアッチも含めてクリアしたら、まあウィキのまとめを読んでストーリーの概要を、改めて理解しようと思いますが、まあストレロックが行動している間に、実はこのスカーも動いていて、まあ別の組織、クリアスカイっていう組織が、ストレロックの行動を止めようとしていたっていうことが分かってきましたね。つまり今回の主人公は前回の主人公の、まあ、敵役になるっていうことじゃないですかね。進めないな、危ない。さあ出ましょう。面白いですね。結構ストーリーも練られていて、まあクリアスカイもやっておいて、コールオブプリピアッチもやって、まあ事態の全貌がわかるっていうようなことなんでしょうね。誰だ、ここはヤンターなのかな。そうですね、ここはヤンターで、この人と話せということですね。はい、ということで、まあ、今実はですね、他の、前まで入れてなかったモッドを入れて、少し、またプレイがしやすくなったというか、余計お金を稼がなきゃいけなくなったというか、そういう状況で、まあ欲しい武器とかね、もう手に入れちゃったんですよ。これはまあ、ボロボロのアーマーなんで、いいんですが、ドラグノフと、これですね。もう、買っちゃったので、適当に、処分して、で、お金を稼いで、改造して、まあ、またヤンターに向かって、
ストーリーの重要な部分になったら録画しようかなと思います。で、今回はまた適当につないでいきますので、それを見ていただければと思います。じゃ、多分、うまくつなぎます。うまくないけど。はい。ヤンターに。お？ヤンターにやってきました。で、ここですね。例のあのバンカーがあるあたりですね。で、この先で施設の中で ゴーストが精神汚染でやられちゃったんですよね。お、これはゾンビがいるんでしょう。装備が違うな。あれは味方かな。ゾンビですね。内側にもいるのか。ゾンビの死体は見えなくなっちゃうんですよね。しかし結構いいものを持ってると思うので、これはゾンビだと思うんですか。これはゾンビではないですね。あ、今いい武器持ってたの。これもいいですね。まあ、この先あんまり改造ができなくなるらしいんで。まあ、結局デューティー基地とかに戻ってそこで改造してもらうのがいいのかもしれないですけどね。ここじゃなくて外かな。I'm all ears.話せって言われても相手がいないんですよ。I'm listening. これはガイドかな。中に一人いるな。
やられちゃったわけじゃないよ。あ、いたいた。これでしょ。I seldom see a new face here. So, what would you like to know? ストレロック。Yes, he visited us. He knew a great deal, far more than others. 今どこにいるんですか? We made a deal with him. He promised to conduct field testing on one of our promising experimental models, a psi emission blocker. And we promised to give him the... Estrelok is in the factory. Getting inside without a psi protection device is virtually impossible. We have been studying the psi... The group went missing in the north... It's the deserted factory. They have been giving us. We spent a long time considering this issue. Regardless of how much effort the military expended on clearing out the facility, please come back sometime. あと、モノリス勢力でモノリスの人たちがいますけども、あの人たちも、再攻撃による洗脳のような形で。おお、なんだ。まあ、モノリス勢力としていると。で、なおかつ、願望機が、願いを叶えてくれるっていう噂をしているのも、モノリス勢力らしいですね。そのせいで、ストーカーたちや、まあ、ゾーン周辺に、願望機に行くと願いを叶えてくれるらしいっていう噂を、が広まったらしいですね。ストーカーのグループは、北条地帯で重要な書類を発見した。ヤンターで強力なサイフィールドの原因を、なんとかが、シャクアロフ。シャクハロフ。わかんない。読み方がわかんないです。PDA。これは多分中に入ってこう行くのかな?レッドフォレストへ。うん。なるほど。ということは、まあ、ここを抜けて、こう行って、この中に入るか、あるいは、ここ、地下から行かなきゃいけないんでしたっけね。まあ、ゾンビから、武器を手に入れて、で、それを売って、まあ、なんだっけ。デューティー基地まで持っていくとかして、こっちじゃなかったか。こっちから行けばいいのかな。お?ゾンビがいるのか。ゾンビはなんか、無限に湧くらしいですね。各地から、各マップから、ここに、
集まってきているらしくて、ゾンビはいい収入源になると。いうことらしいんですが、まだチームいるんですね。どうやら、まあ、この辺はいいとして、こっからもあっちからも行けそうにないから、あっちから行けんのかな。やばい、めっちゃ撃たれてる。あんなとこ拾いに行けないしな。このゾンビかがむし、よし、もういいかな。あの上から行けないですよね、きっとね。このお、カリカリいってるな。ここは危険だ。ここの穴も 入れないですね。やっぱ正面から入るしかないんでしょう。これはなんだ、精神攻撃を受けたか。お、これ誰だ。まあいいだ、マップ見てこう行けるのかな。どうなんだろう、入れなさそうな気がしますけどね。正面から行かないと。おー、あ、抜けてきた。これが抜けてくるっていうことは抜け道があるってことじゃないか。あ、ここ抜けられるな。そしたらここか、あ、こっちから抜けられるかな。マップ的にはね、確かこの先なんですよ。この建物の中なのかもしれませんが、あー登れないか。大きくジャンプできるようにしてるんで、うまくすればいけるのかもしれませんが、
どうも登れそうにないですね。うん。となると、どっちにしろ建物の中なのかな。ここは越えられ、あ、ここ開いてんのか。ここカリカリ出たしな。こっち外側から、あっと落ちちゃった。どうなのかな。内側じゃないっぽいんだけどな。この犬なんかやっぱ変だな。倒してないですね。なんか幻なのかな。幻っていう椎名林檎とライムスターのあの人と、これは厳しいな。ギタリストの人のバンドがかっこいいっていう話をしたいんですけども、俺この中だよな。ということはやっぱ正面から入らないとダメなのか。あ、死ぬ。精神攻撃を受けてますね。あの中か。あー、再エミッションがやばい。どっかから入る場所があんのかな。なんかここ右側に行けないな。あれ、あ、ゾンビがいっぱいいる。とりあえず危険だな。
っちゃ攻撃を受けてる。あ、エンド。死ぬ死ぬ。疲れ切って歩けない。ここはダメなのかな。どういうルートで行けばいいのかちょっと探っておきますやられてしまった。精神攻撃でやられてますね。はい、はい、と続きなんですが、ヤンターでのミッションをこなしまして、今レッドフォレストっていうところに来ています。で、まあちょっと精神攻撃を結構受けていてフラフラだったんですが、今なんとか回復して、ストレロックが、まあ、目の前走ってったんですけどね、ここにいるらしいんで、ちょっとここまで行ってみましょうか。ちょっと武器とか変わってます。強化できる人が見つからなくて、まだ強化してないんですけどね。レッドフォレストは、End your pursuit now, mercenary, or you will die. 追いかけっこは終わりだ。レッドフォレストはどこだろうな、これ。ここには来てないですね。きっと新しいマップじゃないかな。違うかな。ちょっと微妙に位置関係が分かりませんが、ここがあのなんつうかな、まあ、装置を止めてプリピア地に入って、ここが、原発ですよね。この辺は来たことがないと思うんですけどね。なんかスタッシュがありますが、あーカリカリいってるな。めんどくさいので大したものはないんですよね。から狙われてます。What if I pull this baby out?
つが俺当たるかな。やったか。なんとかやりましたね。スコーチャー。The bridge can only be lowered from the other side, but that's bandit territory. Shit. There must be a way of getting across. Maybe there's another road to the other shore. Well, if anyone can help us get to Limansk, it's Forrester. They say that old-timer can find safe roads to areas he's never been in. The old man's hut is on the edge of the Red Forest. Merc, find Forrester. ちょっと待って。SOS 信号、ここですね。はい。それは行くとして、どこを越えて行ったのかな。なんか、オールドマンに会わなきゃいけないっていうようなこと言ってましたね。ストールロックの反応がなくなった。スコーチャーへ向かった。ストールロックを捉えろと。バンディッツの縄張りになっている。リマスク？ライマスク？フォレスター、フォレスターっていう人がいるところに行けばいいのかな。で、それがこれなのかな。はい、まずはアイテムを回収していきましょうかね。そっかそっか、この先が道だけど、もう一つ道があって、それを知ってるのが、フォレストだって言ってましたね。うわ、すげえごついの持ってんな。この人は誰の？おお、お前ら誰だ？ただのストーカーだ。ストレロックは俺たちを雇った。なぜ撃った？ストレロックは誰かに追われてるから助けてくれと言っていた。はぁ。なるほど。撃つな。ストレロックはどこに行った？わからない。やめてくれ。OK。フォレスターはどこにいるんだ？森の向こう。なるほど。ちょっと待て。先に、拾うものだけ拾って。なんかこの道案内をしてもらえるけれども、ゲームがクラッシュする可能性が高いって書いてあるので、やめておきましょうかね。で、
そしたら、まあ救難信号の方に行けばいいんでしょう。こっちに行ってみましょうか。お、犬か。ではないと。消息不明になったグループの PDA はレッドフォレストを通る経路でのいくつかの注意点を示していた。森の奥、古い小屋、空間アノマリーがある。ヘルパースって言ってるけど、ここからこっちから行くのかな。ドラグノフとか改造できるやついないもんかな。おっと危ない。この辺か。誰かいるな。 I'm all ears. お、いや、あんたに頼みがある。キノコ狩りで森に来たわけじゃない。アーティファクトは山のように取れる。まあそれはそれで。案内、レッドフォレスト。ここへ行ってもしょうがないんじゃないかな。こっちですね。ここは越えられないのか。なんか見たことない化け物がいますが。
魔女の魔法陣。何もない。ここはなんかメラメラしてんだけどな。ん？そこにあるの？そこの中心部にあるんですね、きっとね。これかな、錆びたボルト。装備すると心なしか中断耐性が上がった気がするって書いてある。血を入れとくか。戻った。なんか死体があるようですが、この辺は触らない方が良さそうだな。ここか。お、すごい戦車がある。あ、なんだこれ。鬼乗っかればいいのか。お、どうなった。あ、これで移動して、タスクは？離せ。おおお。もう上にいるのかな？上じゃないのか、下にいるのか。
どうやって行くんだ。ここから登るわけじゃなかった。Soul, to what do I owe this pleasure? Who? 自分自身について何て言えばいいだろう。わしは森林学者じゃ。ストーカーたちはわしを羨むよ。うん。Rimansk was lost for many years, and there are many good reasons for that. You are not an ordinary man. The Zorn has left a curious mark on you, and I don't know whether it's a blessing or a curse. And the large emission changed the Zorn a great deal. The safe and familiar path. Unfortunately, the signal is so weak. Go to the military warehouses. アップグレードができる。Hope to see you again. おっと、できるな。じゃあ誰かにこれ売ればよかったな。ドラグノフは、あ、いける。これは、いけると。あ、じゃあまずは細胞魚も欲しいですけどね。修理してエルスカイフ、あ、これもいいな。銃だな。これはスコープ12倍。マガジン強化。精度が上がって。反動も下げて。で、金足りなくなるな。よし、これでかなりいい。じゃあこっちに行くか。エルス回復もいいし、細胞魚もいいんだけど、多分お金が足りなくなっちゃうんですね。これだけとりあえずやっておいて、で、お金を稼いでここに来ればいいですね。で、タスク的には、ここに行くと。ミリタリーのところに行くのかな。ミリタリー攻撃してこないのかな。よし、ではここまでにしとくか。続きます。